出発しよう。Thank you.
ダメだ。ここは本当に未開惑星みたいな。どこにも手がかりがない。通信機も相変わらず無反応だし。仕方ない、一旦アーリアに帰って考えよう。どうしたんですか？皆さん集まって。あ、クロードさん、レナが。レナって、レナに何かあったんですか？クロードさん、隣町の町長の息子のことは知っていますか？はい、まあ少しは。それならば話は早い。実はレナがアレンに無理やり連れて行かれてしまったのです。連れて行かれた？どこに？おそらく自分の屋敷でしょう。やつはレナのことを好いておった。それにしてもこんな強引なことをする男では。何をじっとしているんです？早く助けに行かなきゃ。話はそう簡単にいかないのです。アレンは隣町の有力者である町長の息子ですし、仕返しをされる可能性もあります。まあ町長はそのようなことをなさる人ではありませんが、可能性としてはゼロではありませんから。それにアレンは大勢の屈強な手下を連れてやってきました。おそらくそこらのゴロツキを金で雇ったのでしょう。みんなかなりの手だれのようでした。そのような人間に我々が正面から歯向かっても勝ち目はありません。だからって。ですから我々も途方に暮れていたのです。どうしたらよいものか。レナ、僕が助けに行きます。僕はこの村の人間ではありません。僕が乗り込んだとしても村に迷惑はかからないでしょう。なーに、ちょっと行ってレナを助けてきますよ。クロードさん、しかし一人では。大丈夫です、僕には光の剣がありますから。心配しないで待っていてください。クロードさん、レナをお願いします。分かっています、必ずレナを連れ戻していきますよ。まさか。鍵がかけられている。こうなったら。
よし。しまった。フェイズガンのエネルギー残量がしばらくは使えないか。でもやるしかないんだ。今のは何？まさか光の剣なのか？つけていた髪飾りだ。なんでこんなところに。ここにレナの髪飾りが落ちているということは、もしかしたら。やっぱり。大丈夫ですか？君を。奥に早く、レナちゃんが。僕はレナの友達です。レナは奥にいるんですか？レナちゃんは。サルバコードの奥に連れて行かれた。私はアレン君に依頼されて妙な祭壇を作らされていたんだ。おそらくそこに連れて行かれたのだろう。私も助けようとしたんだが逆にやられてしまった。この奥なんですね。そうだ、気をつけろ。わかりました。ここで待っていてください。レナを助けたら迎えに来ます。すまない。気をつけろ。怪我はないかい？なんとかなるかな。やっと、やっはっと、ふっはっくらえ。これなら満点だな。なんとかなるかな。僕らの勝ちだな。お、
よし。敵だ。僕らの勝ちだな。気をつけろ。空発弾僕らの勝ちだな。気をつけろ。空発弾やっ。怪我はないかい？お？気をつけろ。僕らの勝ちだな。気をつけろ。
敵だ。空破山、空破山。まあまあだね。気をつけろ。空破山、空破山、空破山。まあまあだね。それ以上近づかないでもらおうか。お前がアレンか。自分が何をしてるのか分かっているのか。嫌だね。今は神聖な懇議の最中なんだ。これから僕らは一つになる。邪魔をしないでもらおう。さあ、レナ。やめろ。一方だけが望む婚儀などありえない。一方だけ、それは間違いだ。僕らは愛し合っている。愛し合っているんだ。愛して。アレン、愛で、まずい。クロードさん。油断するなよ。負けないわ。空破山。ブレス。と、は、や。負けないから。は、は、で、は、空破山。キー。や、と、くらえ。空破山。は、と、キー。くらえ。空破山。と、で、で、空破山。や、ふ。まあまあだね。大丈夫だった。お、嬉しい。レナ、大丈夫かい。は、はい。レナ、彼は一体。に来た時から何かに取り憑かれているみたいでした。しかし人間があんな姿になるなんてどういうことなんだ。アレン、優しい人だったんです。レナ、一体どうして。まだ息がある。あ、ここは。あ、レナ、どうして君が。アレン、元に戻ったのね。何のことだい。なんだか頭が痛いんだ。ぼーっとする。それに
なんだか長い夢を見ていたみたいだ。どうやらあの石が全ての元凶だったみたいだね。石がなくなったせいで元に戻ったんだ。でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。話はそれからだ。僕がそんなことを。そうよ、大変だったんだから。ダメだ、全然思い出せないよ。僕があんな祭壇をボスマンさんに作らせていたんですよね。そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。今考えてみると、その時からもうアレン君は変だった。なんだか上の空というか。おそらくあの石のせいでしょう。あの石から発せられる何らかの力によっておかしくなったんだ。確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる気がした。自分のすることに間違いがあるはずがない、そんな感じで心が満たされて。その後のことはよく覚えてないけど、その瞬間だけははっきりと覚えてる。アレン、レナ、すまなかった。いくら意識がなかったとはいえ、君にはひどいことをしてしまった。ううん、いいの。元のアレンに戻ったんだし、あんまり気にしないで。ありがとう。レナ、そろそろアーリアに帰ろう。お母さんも心配しているよ。はい。僕はサルバのみんなに説明をしなきゃな。分かってもらえるかは分からないけど。レナ！改めてお礼を申し上げなければなりませんな。一度ならず二度までもレナを助けていただいて。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局今回の事件は何だったのでしょうな。本当にサルバ坑道の奥で発見された石のせいなのか。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなった途端、アレン君が元に戻ったんですから。おかしくなって魔物になる。まるでソーサリーグローブみたいな石ですね。確かにそうじゃな。もしかしたら何らかの関係があるやもしれん。ソーサリーグローブか。ちょっとそんな気がしただけです。あまり気にしないでください。しかしあの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのこともそうですが、勇者のことも。すみません、注意されていたのに。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。ただ隠すにはあまりにも広まってしまった。そうですか。クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってはいただけませんか。
非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。アレンのこととも無関係ではない気がします。アレンを救えたあなたならば。クロードさん、ソーサリーグローブか。今分かっているもので宇宙に関係あるものはソーサリーグローブしかない。他には全くと言っていいほど手がかりがないんだ。今までの話からソーサリーグローブがただの隕石とは考えにくい。調べてみる価値はあるかもしれないな。わかりました。やってみましょう。それでは。前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグローブを調べることで僕に有益な情報が手に入るかもしれない。自分の利益とみんなの利益が一致するならやってみてもいいかな、そう思っただけです。ありがとうございます、クロードさん。我々もできる限りお手伝いいたします。はい、どこまでできるかは分かりませんが。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。レナ、今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。でもレナ、危険だよ。それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。案内役は必要だと思います。私の力役に立ちませんか。そんなことはないけど、でも村長様も何か言ってやってください。いや、クロードさん、レナの望み通り連れて行ってやってはもらえませんか。レナはきっとあなたの旅の役に立つでしょう。どうかお願いします。わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよレナ。そうじゃなければ連れて行かないからね。はい、わかっています。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あそこは大きい町です。何か手がかりも見つかるでしょう。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ、私の家はすぐそこなんだから。迷惑でしたか、一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。あの、私…え？なんじゃ、まだ帰っておらんかったのか、レナ。どうしたんじゃ、あいつは。さあ、風邪をひくといけません。部屋に戻るとしましょう。はい。
眠る前に少し話をしませんか。はい。実はあの子が自分から行くと言った時、正直な話、私はああやはりと思ったのです。どうしてです？レナがアレンの傷を治したのでしょう？ええ。あの治癒能力ですが、あれは我々にはない力なのです。どういうことですか？正直に言いましょう。レナはウェスタの本当の子供ではないのです。レナは2歳ぐらいの頃、シンゴの森でウェスタに拾われたのです。ウェスタがあの子を連れてきた時には、私も随分驚きました。子供に恵まれない夫婦だったせいかもしれません。ウェスタがあの子を自分の家で育てると言った時、誰も止める者はおりませんでした。レナは知っているんですか？いいえ。教えてはいません。知らせるにはまだ早いと思いましてな。当時あの子はすでに言葉を話せましたから、レナという名前だけは分かったのですが、一体どこから来たのか、なぜ回復の力を持っているのか、そのようなことは何も分からずじまいでした。手がかりは何もないんですか？つけていたペンダントが唯一の品ではあるのですが、それも決定的な手がかりでは、他には何も。そうなんですか？もうこんな時間ですか？長々と付き合わせてしまい申し訳ありませんでした。2階に床を用意してありますので。レナのことよろしくお願いします。わかりました。レナ、なんだろう、ガラスに何か当たったな。バルコニーの方かな。レナ、どうしたの？少しお話がしたいんです。ちょっと降りてきていただけませんか？今行くよ。すみません。あれ、村長様はどこに行ったんだろう？レナ、
こんなところにいたのか。どうしたんだい、こんな夜更けに。私が行くって言ったら、お母さんすごく驚いてました。そうだろうね、ダメだって。何も言いませんでした。でもしばらくしたら村長様が来て。そう、クロードさん、私あなたと一緒に行きたいのには訳があるんです。訳？どういうことだい？私のお母さん、本当のお母さんじゃないんです。お母さんも村長様も私が知らないと思ってるみたいですけど、前に二人が話しているのを聞いたことがあるから。お父さん。では私はどうすればいいというんですか。そんな大声を出してレナに聞かれたらどうするんじゃ。あの子なら父親の死に泣きつかれて寝ています。ショックを受けているのはお前さんも同じじゃ。母親のお前が落ち着かんでどうする。落ち着いてなんかいられません。だってあの人が死んでしまったんですよ。ウェスタ、あの人がいなければ私はまだ行ってないんです。あの人がいなければ一人で言わなければいけないんですよ。あの子に、あなたは本当の子供じゃないって。ペンダントなんて捨ててしまえばよかった。本当の親の印がなければあの子は私だけの娘だったのに。本当のお母さんを探したいのかい？わかりません。手がかりはこのペンダントだけですし。でもこのペンダントを持たせてくれたということは、私を産んでくれた人は少なくとも私を愛してくれていたと思うんです。今のお母さんはどうなるんだい？君を愛して慈しみ育ててくれたウェスターお母さんの気持ちは。私、お母さんのこと大好き。私のお母さんはたった一人、ウェスターお母さんだけです。だったらなぜ。私が何者なのか、それが知りたいんです。どこで生まれ、どうして慎吾の森にいたのか、なぜ不思議な力を持っているのか。そして私を産んでくれた人はどうしているのか、それを知りたいんです。私はあなたと行きます。ここを離れるためではなく、再び戻ってくるために。夜も遅いですね。変な話をしてすみませんでした。いや。おやすみなさい。
クロードさん、レナのことよろしくお願いします。はい。道中気をつけるんじゃぞ。大丈夫です、クロードさんが一緒なんだから。そうじゃな、レナ。お母さん心配しないで、私は必ず戻ってくるから。ただいまを言うために行ってきますを言うの。ええ、そうね。レナお姉ちゃん、早く帰ってきてね。ありがとうルシオ、いい子にしてるのよ。うん。ほら、クロードさんが待ちくたびれておるぞ。早めにクロスについておきたいんじゃろ。もう行かないとな。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです。私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。最新の情報も手に入ると思います。大丈夫、クロスの王様なら私も知ってますから。行こうレナ。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃいレナ。クロードさん、よろしくお願いします。はい。出発しよう。敵だ。準備はいい？判断。やった、なんとかなる。カメキオクレス、意外に弱かったな。嬉しい。僕らの勝ちだな。
気をつけろ。急発散。怪我はない。大丈夫だった？これなら満点だな。